ナシゴレンパタヤ、またはナシパタヤとは、東南アジアの米料理の一種で、鶏肉入りのチャーハンを薄焼き卵で包むかオムレツの中に入れたもの。パタヤはタイの地名だが、名前に反して発祥地はマレーシアだと考えられており、今日ではインドネシアやシンガポールでも一般的に見られる。チリソースやトマトケチャップ、キュウリの薄切り、クルプックを添えて供することが多い。 インドネシア風のナシゴレンパタヤ、スマトラトープカンバルニて、今日この料理は東南アジア全域に広まっており、マレーシアやインドネシア、シンガポールではチャーハンのアレンジの中でも人気がある。インドネシアでは薄いオムレツでナシゴレンを包んだこの種の料理はナシゴレン、アンプロップと呼ばれるのが一般的であるが、隣国マレーシアからの影響でナシゴレンパタヤとも呼ばれるようになっている。 マレーシアのナシゴレンはサンバルによる辛い味付けのバリエーションが多いが、ナシゴレンパタヤは甘みのあるケチャップ味や魚醤や醤油で味付けするレシピが多い。チャーハンを卵で包んだ上からケチャップをかけるが、代わりにチリソースを用いることもある。チャーハンの具の肉には鶏肉を使うのが一般的である。この料理の名はビーチリゾートとして人気があるタイのパタヤ市から取られたと、 考えられている。しかし何反して、タイよりもマレーシアで広く食べられており、当のパタヤ市ではオムレツで包んだチャーハンはまず見ることができない。実際のところはマレーシアが発祥の地だというのは、注目の一致するところで、台風の変わったネーミングは耳新しさを狙ったか、マーケティング的な意図があったと考えられる。他に有力な説としては、 タイの国民食とも言うべきパッタイの名がマレー語において喧嘩したというものがある。パッタイのバリエーションの中には炒めた麺を卵で包んだものも存在する。日本にも類似の料理が存在しオムライスと呼ばれている。こちらはケチャップで味付けした飯を薄焼きの卵でくるむかプレーンオムレツで包んだものである。ありがとうございます。